そんな6人家族の隠し子ですね、動画の後半では検証してみたいと思います。まずは長女の咲容疑者ですね。総画が波乱数の44画です。これ絶対に名乗っちゃいけない画数ですよね。絶対突然死の10画。そして自殺や他殺や短命の9画ということで、まあ本当にね、自殺はわかんないですけれども、こういう9画もね、絶対に持っちゃいけません。本当に。こういうことになってしまいかねませんのでね。この子は17、27で34だから、かなりね、育てにくい子というか、まあ、やんちゃで、わんぱくで、なかなか言っても聞かないような、育てにくい子になっていたんじゃないかなと思うんですね。